こんにちは、ルイカと申します。エクセルで箇条書きをするときに苦労された経験はありませんでしょうか。例えばこのように一つのセルに行頭文字の点と文章を入れている場合、一行で全部表示できる場合は良いのですが、列幅に制限があり折り返して表示するとこのように先頭の空白や点と同じ位置から次の行の文章が表示されてしまいます。この幅に合わせてセル内改行をして折り返しを調整、スペースで字下げをしたとしても列幅が変わったらまた再調整しなければなりません。これを解消するため行頭文字を別セルにする方法があります。このように先頭の点と文章を別のセルにしてしまえば、文章が折り返されても点の下から始まることはありません。これで良さそうですが、この方法でもうまくいかないことがあります。箇条書きの階層をもう一段階増やすことになった場合、先頭の行頭文字用に列を短くしますと、このようにその列にある文字が狭い幅で折り返されてしまいます。これを解消しようとして隣のセルと結合して文章の幅を長くしたりしますが、そうすると今度は行タイトルの間をダブルクリックしての高さの自動調整が効かなくなってしまいます。結合されたセルに対しては自動調整が効かないのです。こんな感じでエクセルでの箇条書きで苦労されることは多いと思いますので、今回はそれらを解消する方法をご紹介いたします。2通りありますので、ぜひ最後までご覧くださいね。1つ目の方法はテキストボックスを使う方法です。テキストボックスには標準で箇条書きの機能があるのです。横書きのテキストボックスを挿入、そうしましたら右クリックして箇条書き、これで先頭に箇条書きの記号が表示されます。こちらの箇条書きの右三角から記号の種類を指定することもできます。文字を入力していき Enter を押すと、このように次の記号が表示され、続けて入力することができます。ワードのようにタブキーで階層を変えることはできませんので、階層を増やす場合は手動で設定しましょう。後ろに下げたい範囲を選択して右クリック段落です。インデントの中のテキストの前の値を少し大きくします。こちらはぶら下げになっていると思いますので、そのままにします。これで下の階層を少し下げることができました。続けて次の行を入力してもちゃんと指定した位置で表示されますね。先頭の記号も先ほどと合わせておきます。範囲を選択、コントロールを押しながら他の範囲も選択して右クリック箇条書きの矢印黒四角を指定します。これで先ほどと同じような箇条書きができました。文章全体がテキストボックスの中にあっても問題ない場合はこれが一番お手軽だと思いますので試してみてくださいね。ではもう一つの方法です。今のテキストボックスを使う方法はちゃんとした箇条書きになるのですが、テキストボックスに文章を入力しますと検索ができなかったり、文章をセルにコピペするのが大変だったりと不便なことがあります。そこで今度は文章はセルに入力して先頭の記号を図形で表現してみます。こちらの箇条書きを作成してみます。まずは1階層目ですので先頭の記号は黒四角です。図形で四角を選択、シフトを押しながらドラッグすると正方形になります。この時図形がセルの中に収まるようにしてください。これで先頭の黒四角ができました。次に文字をセルに入力しますが、このまま入力しますと黒四角が文字にかぶってしまいます。文字の開始を右にずらして見えるようにしますが、このような場合はスペースで先頭を開けるのではなくインデントで開始位置を調整しましょう。セルの書式設定からでもできますが、こちらのボタンでする方が簡単です。何回か押して調整、このあたりですね。折り返しの設定もしておきます。折り返しもこちらのボタンでできますね。こうすることで長い文章を入力しても折り返されて表示されますが、その折り返された先頭の位置はインデントで設定された位置からになりますので、このように上の行と同じ位置からになり箇条書きっぽい表現にすることができます。
これで1行目はできましたので、2行目を作ってみます。2行目は階層が1つ下で、先頭の記号が小さい黒丸です。ということで、図形から楕円を選択。シフトを押しながらドラッグでまん丸になりますので、なるべく小さく作成。色を黒、枠をなしにします。これを地下げされたあたりに持っていきます。適当に文字を入力して、インデントを調整します。折り返しの設定も忘れずにしておきましょう。これでできましたが、しばらくこのセルと同じ階層が続きますので、先にコピーしておきます。ダミーの文字を消して、セルをコピー。範囲を選択して貼り付けです。これで、セルの上に載っている黒丸と、セルのインデント情報と折り返しがコピーされましたので、あとは文字を入力していくだけです。長い文章を打っても、ちゃんと折り返されていますね。直接入力するだけでなく、コピペすることもできます。すでに文章の情報がある場合は、コピーして、貼り付け。貼り付けた場合は行が自動的に広がりませんので、セル全体か、対象の行全体を選択して、行番号の間をダブルクリック。これで行の高さが自動調整されます。あとは同じ要領ですね。こちらは1階層目なので、別の1階層目をコピーして貼り付け。文字を入力です。2階層目は2階層目をコピーですね。これで完成です。今回の方法であれば、セルの幅が変更になって、開業位置が変わっても、文字が記号の下に回り込むことなく表示されますし、さらに深い階層が必要になっても、インデントを増やして、記号のオブジェクトを少しずらすだけで対応できます。さらに、先頭の記号と文章を別列にする方法だと、階層の数に合わせて列を増やす必要がありましたが、今回の方法では、1列だけで実現できます。文章をコピーするときも、1列にまとまっていれば便利ですね。今まで Excel の箇条書きで苦労されていましたら、ぜひ試してみてくださいね。最後にいくつか小技をご紹介いたします。こちらの記号ですが、図形だけでなく、テキストボックスや画像などを使うこともできます。例えばこちらの画像を1セルに収まるように小さくして配置。セルをコピーして複製します。元の黒丸をまとめて消して、今の画像を持ってくれば、オリジナルの箇条書き記号として使用することができます。箇条書きを作る順番も先ほどとは逆にすることもできます。先ほどはセルと記号を準備してから文字を入力しましたが、このように先に文字がある場合は、インデントでそれぞれの位置まで下げて、記号も用意。一つ作成したら同じ階層はセルのコピーで作ります。こうすることで、セル内の記号の位置を同じにすることができます。まとめて選択して、記号の位置に移動させれば完成です。他の階層も同様ですね。ちなみにこちらは、ホームタブの、検索と選択、オブジェクトの選択を、クイックアクセスツールバーに入れています。図形などを扱う場合は頻繁に使いますので、クイックアクセスツールバーに入れておきましょう。最後は開業についての小技です。このように等間隔で箇条書きがあると見づらいので、階層の単位で少し行を開けたい時があります。その場合は、空白行を入れたり、こちらの階層の最後に開業を入れるのではなく、上位の階層の文字の前に開業を入れるようにすると便利です。途中に空白行があると、セルの選択の時などに邪魔になりますし、下の階層ほど項目が増えたり減ったりすることが多いので、下の階層の最後に開業を入れていた場合だと、行をコピーして挿入した後に、先ほどまで最後だった行の開業を削除する作業が発生してしまいます。それに対して、親階層の先頭に開業を入れていれば、コピーして挿入。これだけで OK になります。それから、この場合の開業は、Alt と Enter で載せる内開業ではなく、表示形式で開業するようにしましょう。親階層のセルを選択して、書式設定の表示形式、ユーザー定義を選びます。こちらのボックスで、コントロールキーを押しながら J キーを押します。
見た目はほぼ変わっていませんが、これで表示形式として載せる内開業が設定されています。そして続けてアットマークを入力。見えてはいませんが、アットマークは文字列を表す記号です。これで OK を押しますと、表示形式として開業されて、1行分下から文字が表示されます。記号はずれませんので、手動で移動しましょう。セル内開業でも同じことと思われるかもしれませんが、この2つには違いがあります。こちらは表示形式でコントロールと J で開業していて、下の方はオルトとエンターでセル内開業をしています。これらをコピーして別のシートに値だけ貼り付け、折り返しをオンにしてみますと、表示形式で開業していた上の方は文字としての開業は入っていませんので文章のみになっていますが、セル内開業していた下の方は開業文字も含めての文字列ですので開業された文章になっています。開業や字下げのためのスペース、それに行頭文字の黒丸などは人が認識をしやすくするための装飾であり、本来の文章とは別の要素です。それが文字列として文章と一緒に入っていると、文章を別のところで使おうとした時にその装飾を取り除く作業が発生してしまいますので、見やすくするための開業や字下げのスペース、行頭文字などは表示形式や書式設定、オブジェクトなどで表現するようにして、文字列は本来の文章だけになるようにしましょう。面倒ではありますが、きっと保守のしやすい Excel になると思います。ということで、Excel の箇条書きを快適にする方法でした。もともと表計算ソフトですので、Word ほど便利にすることはできませんが、もし今までやっていた箇条書きより使いやすそうでしたら、ぜひ試してみてくださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録やコメント、SNS でのシェアなどしていただけますと、とても嬉しいです。